お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュエロイルやっていくんですけど、今日はね、このロイホグデッキを紹介していきたいなと思います。といったところで、このムートですね。ムート入りのロイホグが最近マルチでちょっと増えてきたかなと思います。ザッピーロイホグがあったんですけど、ザッピー強化されたんでね、ザッピー強化されてすぐすごい使われてて大人気だったんですけど、もういなくなりましたね。かわいそうなことにすごいこう使われなくなっちゃいましたね。こう高回転のザッピーロイフグも今はじゃあこうムートだったりだとかミニペにもなんかね、ミニペではザッピーいたか、なんかもうこのデッキにはいなくなったりだとか、メガナイトロイフグのザッピーとかもなんかもうザッピー抜いてもうエレキとかなんかね他のカードになっちゃりなっちゃいなっちゃったりとか、ちょ調子良くないですね、なんかマジでかわいそうなくらいザッピーどっか行っちゃってますけど、よろしく。今日はね、このデッキでやっていこうかなと思います。別に弱いわけじゃないですね、ザッピーも全然なんなら強いと思いますし、けどいらねえって感じですね。さあコカッちゃんですね、相手コカッちゃん。コカッちゃんは勝ちたいですね。このデッキなんか遅延系が結構きつかったですね。意外と使ったんですけど、コカッちゃんは勝ちたいが、たまたまウッド系がね、ウッド系なかったっけこのデッキ。いや、この相手のギャングの意味はわかりますか？ナイト、トリトンがナイト引っ張って、ナイトが来るじゃないですか。で、そしたら右側のプリンセスのタワーが、ナイトをタゲ取るから追加したギャングみたいな感じですね。不意打ちギャングというか、視線誘導ですね。バレルで左側に僕は目、向けるから、普通だったら右側あんま気づかないし、ギャング単体だったら無視するよねみたいなところで、視線誘導テクニック的な感じだと思いますけどね。ふう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 。相手はコカッちゃん。コカッちゃん打ったるんで、打ったるけど、言ったら今みたいにインフェとロケット防衛永遠されると、僕のダメージが入らないので、できるだけ相手のダメージも抑えて頑張っていきたいところでありますね。で、どっかでマジアチャでぶち抜きたいですね。ロイフグのダメージだけだと結局勝てないんで、どっかでぶち抜くしかないですね、マジアチャで。今ウッド使ったね、君。おい、見たからね。暗い。ヤンキー攻め。いや、これ絶対きつい。しかも、全然、うまくね。ちょっと待って。びっくりした。そんな綺麗な棒やる。マジアチャとムート、離れてなかったかな。もうワンテンポ遅くてよかったっすね、マジアチャが。そこだな、マジアチャが早いんだ。よし、今の反省をね、しっかり返していきますよ、こっから。で、これ飛ばすと、インフェで守られるんですけど、そんぐらいはいいかな。インフェで守られてあげて、守られてあげるんですよね。あ、やべ、これマジアチャやべ。ロケ来るかな。ロケ来たら来たでいいか。引っ張るよー、トリトン。からの、ここでちょっとムート行っちゃうんすね。相手またウッド使ったな。さっきからすげえウッド使ってくれんな、相手。さあ、ロケットボーイ。おい。からの、ムートがギャング来る。いや、ウッドすればよかったかな。なんかひよっちゃったな。なんでだ。エレキ出して。ワンチャン姉妹プリン。来ない。一回丁寧ですね。で、僕も一回ゆっくり行きましょうか。ふぅ。怖いですね。どうしちゃおうかな。マジアチャ出して。あ、これロケ当たんのかな。やめて。オッケー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 。よしよしよし。いや、こんな感じでなんかセパしとけば絶対相手だるいんだね。あ、エレキ欲しい、エレキ欲しいけどそんな余裕ね。え、待って。ムートルにタゲ行ってね。ラッキー。で、しかもなんなら?いや、一回待っていいな。一回待ちます。攻めすぎない大事。で、これヒースピでちょっと回復します。ありがとう。回復してもらって、トリトンが引っ張る。トリトンが、あれ引っ張ってほしい。え、てか相手なんかめっちゃ苦しそうじゃねこれ。なんで電波これロケット。ロケットじゃない。ギャング咲いてる。ってことはナイトだな。エレキ。これ突破します。突破して、ムートそっちじゃねえな。こっちの引っ張ってほしかったな。お前、全然働かんやんけ。いやー、ムートが。いや、ムート、えぐいっすね。そんな働くっていうぐらい。働いてますね。なんかナイトいない時のムートがもうアイスピクがギャングかインフェとかなんで、なんかね、勝手に暴れてくれますね。しかも、なんかナイト来るって時も、今みたいにエレキ追加したりだとか、トリトンで引っ張ったりだとか、
まあ、ヒースピそれだけでね、世界が変わっちゃいますよね。本当に。まあ、すべてはね、ヒースピですね。すべてはヒースピがこれを狂わせてるんで、ヒースピぶっ壊れなんですけど。美味しいですね。いいですね。という感じで、まあ、相手が今回ね、すごいくらいウッド裂いてくれてたんですよ。てか、あれですね、ムートに対してウッド裂きがちですね。てか、裂きたくなる。間違いなく。あ、これプロですね、海外。ペイン。レナンカーバ。なんて読むかわかんないですけど。さあ、なんで、ヒースピー、てか、うわ、ウッドめっちゃ裂いてくれんじゃん。なんか、ムートにウッドを出せてからのロイフクヒースピーとかがめっちゃいいかもですね。まあ、逆も、まあ、あるんですけど、全然。ロイフクにウッド打ったらムートヒースピー止まんないし、みたいな。で、クロッチャンですね、今回。うわ、遅延テスラクロスか。いや、遅延テスラね、これ負けたんですよね。なんか突破できないですね。防衛クロスされて、永遠ロケット削りされて、なんか普通に負けましたね。勝てるかな、勝ち方がね、わかんないですね。突破できないんですよね。まあ、ご利用します。で、反省生かしてめっちゃ攻めます。突破できなかったんで、もう突破しないというか、もうゴリゴリ削っていきます。やべ、これ、ロッカスクロスをかけたら終わると思ったけど、ロイフがありますね。いや、マジで、テスラとトルネとアイスウィズとあると、僕のムートもロイフも一発も刺さんないんですよ、言っちゃうと。で、相手にロケット削りだけされちゃうので、今みたいな感じで、まあ、ほんとさっき最終言ったんですけど、視線誘導ですね。アイスウィズ出た逆サイドに攻めて、そっちに、あれですね。あれを。視線を集めて、アイスイズをマジアチャで射抜いていきたいですね。ふふふふふふ。さあ、テスラがあるので、僕が今ロイフを飛ばしても何も刺さりませんね。一回待ちます。マジアチャで射抜きたいですね。アイスイズ出てきたらアイスイズの逆サイに豚飛ばして、アイスイズ側をマジアチャで射抜くとかすごいありだと思いますね。だからまあこれはちょっとチャッチャ壊しちゃいます。ちょっちゃ壊して、オッケー。で、もうロケットボーイ来んのかな？来ない、ウッド使う。ふうふう。で、ここは、ムートですね。テスラ来んのかな？ワンチャンテスラ来ますね。おい、こんにちは。こんにちは。いや、このムート残ったのちょっと相手からしたら痛いんじゃない？これウッドだけで終わるかな？好きか？あ、ウッドでした。くそ。射抜きます。いやマジ射抜きゲーですね。うわやべえかな。いやでも相手もこれ結構相手もこれやったんじゃない、結構やったんじゃない。お願い間に合え。ムートムート、オッケーナイス。いやでけえ、これでけえ、マジでけえ、これでかい、でかいでかいでかい、あるぞ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 。相手はクロスを通さないと結構いけないからな。これもう引っ張ります。あのジジイ邪魔、あのジジイ邪魔なんで。でちょっとやばいですね。ロイフグロイフグ欲しい、ロイフグ欲しい、ロイフグロイフグ、オッケー間に合った。ロイフ間に合ったら耐えれる。もうロイフで耐えれる。で、これマジアチャで射抜きたい。マジアチャで射抜きたい。マジアチャで射抜きたい。もう射抜くことしか考えてない。よし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 。でいけー。で、これにトルネをね、使わざるを得ない。そして、え、待って。来た。勝った。立ち回りめっちゃ良くない？今の。もうマジアチャっすよ、全部。全部マジアチャ。で、マジアチャで、こう削ってると相手はもう何か対応しないといけない、うわーっていうのでトルネを使わせて、どん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 こうペースがね、なんか僕の方に流れてきましたね。なるほどね。このクロス永遠負けたんだよな、防衛クロスされて。まあ相手が防衛クロスあんましてくれなかったっていうのは結構助かったかもしれないですね。まあそんな感じかな。まああとは僕が前半からアングレイマジアチャの攻めっ気を見せれたのがでかかったですね。はい。攻めすぎちゃうかっていうぐらい攻めちゃってたんですけど、まあそれが逆に良かったかもしれないですね。いや、でかいですね。さっき負けたんですよ、マジ。遅延テスラクロスに。けど今回リベンジ達成。さあ、いい感じですね。いい感じ。視線誘導。今日めっちゃ言ってますけど、もしかしたら今日のタイトルかサムネに入ってるかもですね。なんなら入れちゃおうかな。テクニックとか言ってね。はい。いやでも大事ですね、マジで。マジアチャ使う人とか、まあマジアチャじゃない人はどうなんだろうね。ユーノとか。ユーノとか、マジアチャ使う人はすごい大事なことだと思いますね。逆サイ、視線誘導。
さ、ビクター。これワンチャンあれかな？去年、プロだった人かな？よろしく。なんかね、右側に流れてる、狙いたい逆サイドを攻めて、そっちに誘導させてからの、逆サイ不意打ち優の追加のピピピリダッシュ、ピピピリダッシュみたいな、交わっちゃい抜く、交わっちゃい抜くみたいな。結構大事ですね。さあ、スパーキーですね。スパーキー。エレキで踏めそうだな、あれは。で、相手、あれですね。柳上ザップだったらいいですね。ふい。柳上ザップだったら嬉しいですね。何で受けてくるかな。許容、無許容。これ柳上か？ああ、メガゴもいる。待ってよ。相手の熱気覚えたいですね。メガゴ？ちょっと待って。やべ、これ、橋前ムートはさすがにシャシャリすぎ？いやー、なんか辛そう。よしよし。ディガ？ああ、ミニペメガゴなんかありましたね。これ逆サイですね。いや、ガゴムネだったな。なんだ？なんかすごいな。ババ。まあ、ジャイが多分あって、ババ、これエレキ落としたらガゴムネ来そうな感じするんだけど、どうだろう。そういう系ですね。で、これババが痛いってやつですね。いや、痛んだ、これが。これ痛んだ、マジで。ババですね。ババ気をつけないといけないですね。あと、ガゴムレメガゴ。ジャイスパ。ババガゴムレメガゴ。ヤナメザップ。もう一枚か。あれ違うかな。もう、順位ですよ。これは、どうしちゃおうかな。トリトンから入ります。むずいですね。まあ、両サイ振って振って。ヤナメザップ結構嫌ですね。マジアチがヤザップでやられるの。いや、でかい。反応が若い。反応若い。反応若すぎ。ジジイ。ああ、ヒースピー。お前、今のは飛ぶとこだろ。ヒースピー。オッケーオッケーオッケー。いや、でも流れは完全に僕に来てますね、今。よしよし。柳上ザップ使っとくね？これきつくね？先輩、これきつくないですか？あ、めっちゃ受け。で、メガゴ？メガゴ振ってくるな、思ったわ。あ、だから取れた、お前引っ張るな、そこは。そこは引っ張らんで、そこはいつもみたいにサボっとけ、お前。オッケーオッケー、ババか？ババ？ババか？違う？え、これ絶対きついよ。柳上使った、ザップしかない、これ。来た、勝った。おら完璧ファイボ。うい、来たー、グッドゲーム。しかも、なんならオートロじゃね？これ。いや、39。でかいですね。まあ、これがマルチあるあるですね。いや、6号来た。ラッキー。え、やばくね？めっちゃ取るだけんだけど、今日。久しぶりにね、序盤切りしてますと。めったところで、今日は一旦こんぐらいでね、終わろうかなと思います。最後、この宝箱引いときます。記念にね。はい、お疲れ。と。いうわけで、皆さん、このね、ムートロイフグ、ちょっと時代来てるんでね、使ってみてください。というわけでは、終わります。よければ、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。